はい、第2弾です。今ちょっと、そのまま家帰るのもあれなんで、南城サービスエリア、上りのね、下道からも行ける、レストランでちょっとなんか食べようかと思って、竹風の高速の前通ったらすごいの発見しましたよ。これも警護車ですかね。一般車を行かせないとしてるんですよ。反転出てます。まあ結局高速乗っちゃうんですけどね、ちょっと追いつく感じでスピード出しました。LS とかね、いますよ。22か。ほら、方面傾向図つけてるしの。それに目を捉えたら道間違えた。はい、では今まで、警護車なんて見たことなかったね。こういう車列組んでるの。いや、もう興奮してね、もう鳥肌立ちましたよ。いや、すげえすげえ。初めて見た。赤色出して走ってるの。で、一般車を先に行かせないとね、行かせるとダメなんで、後ろでせき止めてて、あ、前でか、前でせき止めてて。いや、かっけえな。LS もめっちゃかっこよかった。なんか黒さんの気持ちがわかる。はい、では急遽、今撮りましたけども、でもね、竹風、昨日は朝倉遺跡でもなんかそういう式典があって、で今日はサンドームでもなんか式典があるってなんか看板出てたんで、そこに偉いさんが、国の偉いさんが来てたんでしょうね。石破総理大臣がどうかは分かりません。誰が来てたのか知りませんけども、警護者連れてくるってことに来るなんで、そうなんで、やっぱ国のやっぱナンバーワンとかツーとか、そういう系を連れてきたんでしょうね。石破総理か分からんけど、いやーすげえ、福井でこんな警護者見れるなんて。ナンバーまでは確認できない。多分東京なんて品川とかどっか、そういうとこなんかな、わからんけど。いやーすげえすげえ。では、ご視聴ありがとうございました。刑事部機動捜査でコールサイン、木曽302でした。いや、めっちゃ警護車に興奮しました。